新宿センタービルは東京都新宿区西新宿の新宿新都心の一角にある超高層ビル。大成建設の創業100周年記念事業における目玉というべき新本社ビル建設プロジェクトとして技術を集大成し新宿新都心1号地に建てられた超高層ビルである。1979年に新都心地区における7番目のビルとして竣工。大成建設。 東京建物、朝日生命保険が区分所有権を有し、持ち分比率は敷地の持ち分比率と同率の体制建設と東京建物が同率の40%、朝日生命が20%を有していた。2008年3月末、東京建物、体制建設など5社が、スポンサーの J リートである日本プライムリアルティ、投資法人が朝日生命の所有権を取得。 これに伴い、当ビルは、同法人及び東京建物と、明治安田生命保険が区分所有する体制となった。新宿界隈では、単にセンタービルと呼ばれている。外壁は、レンガ町の茶色。西口中央通り地下北通路からだと、アクセスが良い。連絡通路で、新宿の村ビルともつながる。高さは、隣の新宿三井ビルより2メートル低いが、 当ビルの1階部分が三井ビルより高い位置からあるため実際は高く見える。ビルには多くの企業がテナントとして入る。かつては日本テレビフジテレビテレビ朝日のアナログテレビ予備送信所が設置されていたが現在は撤去され各社の復旧受信基地のみが残っている。長州基地振動対策は新宿エリアの他のビルに先駆けて 2008年10月から2009年7月に体制建設東京支店の施行によって済ませている。対策の投資効果、ケーススタディでは、建物初期投資額を100とした場合、対策をしないで震災にあった場合は37.0の費用、事前に対策を行った場合は6.6の費用と算出された。ブレースは長周期地震動対策で T レスポ広報で取り付けられており、 変異依存型オイルダンパーを用いている。溶接を使わない緊張材による圧着工法により建物を使用しながら施行された。プレースは15階から26階、28階から39階の計24フロアに計288機を設置。ビルの固有周期は長辺方向に5.2秒、短辺方向に6.2秒となった。 2011年の東日本大震災の揺れでは、ビル屋上外短編方向の変形は、精神ダンパーにより22%低減。後揺れでは51%の低減を見せた。新宿センタービルのオフィス用エレベーターは4バンクあり、A バンクと D バンクは日立製、B バンクは東芝製、C バンクは三菱電機製であり、非常用エレベーターは富士テック製となっている。 オフィス用のエレベーター32機は2010年から順次リニューアル工事が行われていて、それは2014年3月にすべて完了した。エレベーターホールの衣装更新も実施。14.2740.54階は機械室があるため、それらのエレベーターが通過するか、非常用エレベーターのみが停止外に持つ。地下1階、中地下1階には30以上の飲食。 物販、金融等の店舗がある。4から5階は、クリニック、歯科、薬局が入る。1階は別館を除いて、店舗、オフィスはなく、案内所がある。これら以外はおおむね、オフィスとなっている。かつて53階では、2016年3月末まで、展望レストランを及び展望ロビーが営業していた。2017年1月10日にリニューアルオープンした53階も、 6から50回が属していたとされてきたオフィスフロアに加わるようになっている。新宿センタービルには様々な事件があった。展望レストランは開業当初から存在していた。なお、日社をどのようなタイミングで閉鎖したかは不明。ありがとうございます。